スピーカーでですね、こういうハイエンドモデルに何百万もするんですが、その下に大体100万から200万の価格帯、どこのメーカーも用意してるはずなんですよ。そうすると、こういうふうに一気に300、400万になる、ぐんと上がるんですけど、じゃあ、その100から200のに比べて使ってるものがそんだけ多くはないわけですよね。木もみんな共通してますんで。ユニットも大体共通してるぐらいな、じゃああとは何が違うのかっていうことになりますとね、まあ、いろんなアルミバッフルを使ったりとかいろいろあるんですが、ヨーロッパはね、それでもう一つ特徴があるのがヨーロッパ、スピーカーはですね、意外とここがね、ほとんどスリムが多いということですね。ここが基本的にね、なんでかというと、その日本はMDF っていう素材が多いんですけど、ヨーロッパは HDF、まあ、ハイデンシティっていうことで MDF よりはね、さらに倍ぐらい硬いものがあるんで、それを積層して削るということでね、非常に補強もあまりいらないんで、そういう意味で MDF よりはスリムに作りやすいと
ということが一つだと思います。それと、まず最近どこのメーカーもこういうふうにワッフル面を、まあ、こっちから浮かすいう形の方式を取るんですけど、プリモディナウリオも20年以上前からやってて、それをまあ参考にしたメーカーさんも数多く見受けられます。そういう意味で意外と、ヨーロッパではですね、ディナウリオはベンチマークになってるとは思います。この特にソフトドームに関してはね、追従できるメーカー、製造的に追従できるメーカーさんあまりないのではないかなというふうに思います。非常にね、簡単な構造なんですけど、高い小域まで伸ばすのは非常に難しいのはソフトドームです。それで、まあ、近年アルミとか、エアモーション、まあ、あとはダイヤモンド、ベリリウムっていういろんな素材の、ツイーターが、まあ、出てきています。その中でもね、まあ、ゆくゆくは3つぐらいのグループになるんじゃないかなというふうに思います。まず一つはやっぱソフトドーム、もう一つはダイヤモンド、ベリリウムなんですが、なんとなくベリリウムの方がマーケット的にもっと増えそうな気がします。それとあとリボン、平面型リボンと、ハイルドライバーとか あの平面型のドライバーになるんですが、これはねやっぱハイル型がずっと伸びていくような気がします。多分この3種類が、まあ、今後のハイエンド引っ張っていくんじゃないかなというふうには思います。そしたらもう一曲がバイオリン曲をちょっと、バイオリンとピアノがいい。
ピアノとバイオリンも一緒に聴いていただきました。あともう一つ説明しておきたかったのはですね、このゼダーギャのコンフィデンス、スピーカーユニットが結構ついてますので、なかなかプリメインアンプでは正直言うとなかなかなりません。今までの経験で言いますと、やはりセパレートアンプが欲しいなというところなんですが、今日、鳴らしたアンプがですね、ウェストミンスターラボというメーカーの、アンプで AQ アンプなんだそうです。で AQ アンプと昨日ね、一昨日最初に鳴らしたんですけど、この組み合わせで非常にねちょっと心配はしてたんです。 AQ アンプだったんで力があまりないんじゃないかなという昔のイメージで、ところが鳴らしてみると全然、イメージと違いまして、普通のアンプよりもかえって駆動力があるかなという、ああこれは優れもんだなというふうに思いました。値段はいい値段するみたいですよ。440万、フェアで440なんで、モノラル220万のすんごい高い AQ アンプになるんですが、思った以上に熱も出て、なおかつ駆動力もあって、で、低インピダンス対応できる、ちょっと期待はしてなかったんですけど、珍しいのかなというふうに思います。なんか電流流す駆動方式はなんか独特の特許を持っておられるみたいなんで、朝からずっと鳴らしてても全然触れるぐらいの、熱量になっています。それがやっぱこういうふうにうまくなるコツかなというふうには思います。ウェストミンスターアラバーハイエンドでもちょっと話題になっておりますが、お値段が、440万と363万、合計800万ですね。合計800万のセパレートアンプになります。今日の組み合わせはですね、このルーミンのネットワークプレイヤーからこちらのウェストミンスターのプリに入ります。そこから、バランスで、全部オールバランスでバランス伝送で、パワーアンプまで入ります。そういう組み合わせになってます。これでもう一曲今度は弾いてみましょう。ですんで約1200万ぐらいになるんですかね。次はね、バロックオペラから一曲聴いてみたいと思います。バロックオペラっていうと皆さんあまり馴染みはないんでしょうけど、オペラ聴く人でもあんまり、ね、フランスのバロックオペラというのはあんまり気にしないんですけど、メリハリがないとか、抑揚がないとか、ちょっと平面に流れすぎるとかいうことであまり人気はないんですが、効果音を使うとね、近年のオペラにも負けないぐらいちょっと迫力があるというかね、聴きやすくなるんで、ちょっとその曲を聴いてみたいと思います。フランスの作曲家ラモーの、優雅なインドの国々から一曲、大砲とか、嵐の音とかが人為的に入ってますんで、
いろいろ聞いたのがこれ。